パルテノン神殿のフリーズ彫刻、紀元前440年頃古代ギリシアの彫刻では、古代ギリシア時代に制作された彫刻について説明する。現代の学芸員は、文献の乏しい暗黒時代からヘレニズム時代まで、古代ギリシア彫刻をいくつかの区分に分けて識別している。すべての時代で、大量のテラコッタ製の人物像と金属や、 他の素材で作られた少数の彫刻が存在した。ギリシア人は芸術の追求にとって人間の姿形が最も重要な主題であるとごく早期に決定した。彼らの神々が人間の姿形になっていることを見ても芸術において聖なるものと世俗的なものの区別はほとんどなく人の肉体は世俗的かつ神聖なものだった。アポロオームまたは ヘラクレスの男性ラタイ像は、その年の古代オリンピックのボクシング優勝者のもので、表現方法にわずかな違いが見られる程度である。彫像は、もともとは単体だったが、ヘレニズム時代では、集団のものが支配的な形となった。レリーフ彫刻は、高い位置のため彼らが、ほぼ自立しているようで、やはり重要視された。天然の大理国ギリシアの古典期、 およそ紀元前5世紀と4世紀まで記念碑的な彫刻のほぼ全てが大理石または聖堂でできていた。5世紀初頭までに主要作品にとってブロンズ中造品が好まれる素材になった。ローマ史上向けに作られた大理石の複製品だけが知られている彫刻の多くはもともとブロンズ製だったとされる。様々な素材からなる少数作品はそれらの多くが貴重であり、 非常に大量生産のテラコッタの人物像と一緒に作られた。シチリア島やイタリア南部を除き、古代ギリシアの領土には大理石の豊富な品揃えがあり、ペンテリコ山とパロス島の大理石が現在のマケドニア共和国プリレプカラノとともに最高評価とされた。聖堂の鉱石も比較的入手しやすかった。大理石はほとんどが パルテノン神殿と他の主要なギリシアの建物周辺で発見された赤い式のキュリクスに見られる彫刻家の作業場を訪れるアテーナー。州立古代美術博物館大理石と聖堂はどちらも成形しやすく耐久性がある。私たちはほとんど知らないがアクロリス以外にもほとんどの古代文化において木に彫刻の伝統は疑いようもない。青銅には常に 重要な解体価値があるため、オリジナルの聖堂はほとんど現存していない。とはいえ近年の海洋考古学や、トロールも引き上げでは、アルテミシオンのブロンズ像やリアーチェのブロンズ像など、いくつかの素晴らしい発見があり、これらが現代理解を大きく広げている。ローマ時代の多くのコピーは、もともとは、ブロンズ製だった作品の大理石版である。アルカイックには普通の石灰岩が使われ、 しかしその後は建築彫刻や装飾のためだけに使われた。たまに漆喰やスタッコが髪の毛だけに使用されていた。寺院の偶像や豪華な作品に使われるクリセラファンティーネ彫刻には金箔が使用され、姿形の部分は造毛で、おそらくは宝石や他の素材もあっただろうが、さほど一般的ではなく断片だけが現存している。多くの彫像には、 取り付けるための穴から見て宝石が据えられ、武器、または異なる材質の別の物体を握っていた。調理した若者の像。野ざらしでの保存だった、コントラポストポーズのブロンズ像。今日では、白いギリシア彫刻も、もともとは塗装されていた。色を復元したトロイアの旧兵の像。古代ギリシア彫刻はもともと明るい色で塗られていたが、 元の色素が劣化したため今日では白い状態で現れる。着色された彫刻への言及はエウリピデスチョ、ヘルネオはじめ古典文献全体を通して見つかっている。一部の良好な保存状態の彫像には元々の彩色の痕跡が残っており、考古学者はそれらを元々あったように再現することが可能である。19世紀初頭までに 古代ギリシア遺跡の体系的な発掘は表面の多彩な痕跡を残した彫刻を数多くもたらし、その一部は今でも見ることができる。それにもかかわらず、ヨハン・ヨアヒム・ビンケルマンをはじめ影響力を持つ美術師家たちがギリシア彫刻は着色されていたとの見解に強行に反対し塗装された彫像の支持者たちを変人だとして追放してしまった。 そして彼らの見解は一世紀以上にわたってほぼ完全に却下されてしまった。大英博物館にあるエルギンマーブルでは色の痕跡を研磨して真っ白にしてしまう行為まで行われ、1939年に彫刻のスキャンダルとして BBC に報じられた。20世紀後半から21世紀初頭になってようやくドイツの考古学者ヴィンツェンツ・ブリンクマンによって 発表されたことで古代ギリシア彫刻の着色が確定された事実になった。高輝度照明、紫外線、特殊カメラ、石膏の鋳型、特定の粉末鉱石を使ってブリンクマンは建物構造や彫像を含むパルテノン神殿全体がかつて塗装されていたことを証明した。彼は元の塗料の色素を分析してその素性も突き止めた。 ブリンクマンは着色したギリシア彫刻のレプリカをいくつか作って世界各地を巡った。また、その中にはギリシアローマ彫刻以外の作品のレプリカもあり、彼はギリシアローマ美術が例外なのではなく、彫刻に着色する作業が普遍的であることを示してみせた。この展覧会を主催した博物館にはミュンヘンのグリプトテク美術館、バチカン美術館、 アテネ国立考古学博物館などがある。この着色像たちは2007年秋にハーバード大学でも公開された。ブリンクマンは古代芸術の他の側面は寺院の多彩な絵画や彫刻ほど理解されてはいないと述べ、表向きはキリシア彫刻に触発されたとするミッド層の現代、彫刻は全く新しいものだと語った。一般に、 ギリシア彫刻の最初期の具現は、木彫りの偶像だと考えられており、パウサニアスにより最初は、像ナと記述された。そうした木像はほとんど現存しておらず、おそらく何百年間にわたって、崇拝対象だったのだろうが、その記述も曖昧である。収集されることになったギリシア彫刻の最初の欠片は、おそらくレフカンデのケンタウロスで、これはエビア島で発見された。 紀元前約920年とされるテラコッタの彫像である。この彫像はパーツに分解され、二つの墓に切り分けて埋葬されていた。このケンタウルスは膝の上に意図的な印があり、この彫像は多分ヘラクレスの矢で負傷して膝立ちとなっているケイローンの姿を描いたものではないかと研究者たちは主張した。もしそうなら、これは ギリシア彫刻の歴史において知られている神話の最初期の描写であろう。幾何学文様記の形態は主にテラコッタの人物像、ブロンズ像、造儀像だった。ブロンズは主に三本足の大釜と自立した人物像である。こうしたブロンズ像はおそらくシリアから導入されたロストワックス技術を用いて作られたもので、ヘレニズム文明期においてオリンピア、デロス島、 デルポイの全ギリシア聖域に残されていたほぼすべての放納品である。この時代の典型的な作品には、カルディカの戦士や小型の騎馬像が多く含まれる。このブロンズ作品のレパートリーは、立っている男性や馬に限られているわけではなく、当時の花瓶の絵には、オシカ、鳥、カブトムシ、ノウサギ、グリフォン、ライオンのイメージも描かれている。紀元前7世紀初頭の定売にて、 マンティクロスのアポローンが出現するまで、初期から中間の幾何学問用基調国には、非文がない。その全身像は、疑似ダイダロス様式の立っている男性で、その下に、非文アルファニュータウヨタカッパラムーダミュー、アルファニューイプシロンシータイプシロンカッパイプシロン、イプシロンカッパアルファベータラムダ、イオタアルファローガンマープシロンロータウカイシクマ、イオタタウアルファ、 デルタ、デルタ、イプシロン、カッパ、アルファ、タウ、アルファ、タウ、ープシロン、デルタ、イプシロン、ファイ、イオタ、ベータ、イプシロン、デルタ、イオタ、デルタ、イオタ、カイ、アルファ、ロー、イオタ、イプシロン、タウ、タウ、アルファ、ニュー、アルファ、ミュー、イオタ、アルファ、ニューのヘクサメトロスが書かれている。ラテン語文章は、マンティクロス、マンズック、ウェキャボロやアグロトックス、スイトス、ティーコタス、ツーデホイベジドイ、セリウェトン、アムは、アンと読めて、省略すると、マンティクロスは、 銀の弓のアポローンに少しばかりの寄付として、自らを捧げました。あなたは、喜んでお返しを何か施してくれますか、ポイボスとなる。この碑文は、アポローン彫像の先生であり、その後に、恩返しの要請がある。自らの目的を記録するという斬新さとは別に、この彫刻は、より短い三角形の顔と、わずかに前に出した左足に見られるように、 東洋のブロンズ像の様式に適合している。これはたまに、紀元前7世紀の表現の自由が、より広がる予兆だとみなされており、そのため、マンティクロスの人物像は、原始ダイダロス様式として言及されることがある。クレオビスト、ビトン、アルカイック期の青年ら真理像、紀元前580年頃、デルポイ考古学博物館エジプトとメソポタミアの、 石像彫刻に触発されて、ギリシア人は再び石に彫刻を始めた。自立する人物像は、東洋モデルの特徴的な硬さと正面姿勢を共有しているが、例えばオーセールの婦人像やヘーラーの胴体像など、それらの形態はエジプト彫刻のものよりも力強さがある。紀元前約575年を過ぎて、男性と女性どちらの人物像も、 いわゆるアルカイックスマイルを身につけ始めた。人物や状況の描写に特定の妥当性を持たないこの表現は人物像に人間ならではの特徴をつけるための装置だった可能性がある。この時期は3種類の人物像が流行した。青年の羅針立像である、クーロス像フをまとった娘の立像である、これ像、そして着座した女性像である。どれもが 人物の本質的な特徴を強調して一般化し、人間解剖学の理解をさらに正確に反映している。若者の像は埋葬か奉能のための彫像だった。その例には、初期作品であるアポローンや後期作品だとアナフィ島から出土のアポローンがあり、他にもアナビソスのクール素像がある。この彫像には、以前の作品よりも筋肉や骨格構造が多く見られる。 布をまとった娘の立像は、アテネのアクロポリス博物館の彫刻のように、幅の広い表現をしている。彼女らの衣装のひだは、繊細さをもって彫刻及び着色がされており、この時期の彫刻の細部に共通する緻密さである。アルカイック期で最重要な彫刻の形態は、青年の羅針立像だった。これ像や服を着た女性像も一般的であり、ギリシア芸術では、 紀元前4世紀まで女性の裸体像が展示されなかった。この時期の復職を表現する技法の発展は明らかに重要なものである。陶器と同じでギリシア人は単なる芸術的展示のために彫刻を制作したわけではない。彫像は貴族の個人、または国による依頼に基づいて公的な記念碑、寺院や信託書や聖域の貢ぎ物、 もしくは墓標などに使われた。アルカイック期の彫像は、特定個人を表すことを必ずしも意図したものでは、なく、美しさ、敬意、名誉、犠牲といった理想の描写だった。たとえ高齢者の墓地に置かれたとしても、これらは常に思春期から青年期までの若い男性の描写だった。クーロス像どれも様式的に類似していた。像を依頼する人の社会的地位のメモリは、 芸術的革新性よりも大きさによって示された。リアーチェのブロンズ像、古典機のブロンズ彫刻の例。レッジョディカラブリアにあるマーニャグレーチャ国立博物館アルテミシオンのブロンズ像はポセドーン、またはゼウスのどちらかだと考えられている。1928年にアルテミシオン岬の海岸から漁師によって発見された。人物像の高さは2メートル以上。 紀元前460年頃、アテネ国立考古学博物館古典記では、キリシア彫刻の革命が見られ、時には民主主義の導入を取り巻く大衆文化とクーロス像に関連する貴族的文化の終わりとが歴史家によって関連付けられた。古典記では、現実的な人間の形を描写するキリシア彫刻家の技術技法の劇的な増加に、 伴って彫刻の体系や機能の変化が見られた。ポーズも、また、特にこの機関諸島において、より自然主義的になった。このことは、コントラポストの最も初期の知られている彫刻クリティオスの少年やデルポイの漁舎などの作品で具現化されており、これらはより自然主義的な彫刻への移行を示すものとなっている。紀元前500年頃からギリシア彫刻は、 神話の漠然とした解釈や全く架空の法納像などとは対照的に現実の人々を描写することが多くなり始めた。とはいえ、それらが表現していたスタイルはまだ現実的な肖像画の形にまでは発展しなかった。アテネに設置されたハルモディオスとアリストゲートンの彫像は貴族的な選手政治の崩壊を示すもので実際の個人を表している。 最初の公的記念碑と言われている。古典記では建物の装飾として、彫像や彫刻を使用するものが多く見られた。アテネのパルテノン神殿やオリンピアンのゼウス、神殿といった古典記の特徴的な寺院はフリーズを飾るためのレリーフ彫刻を使用し、ペディメントの三角形の妻壁を埋めるために円形の彫刻を施している。困難な神秘的かつ技術的な挑戦は、 彫刻技術革新の道を大いに刺激した。これらの作品の大半は例えばパルテノン神殿のように断片だけが現存しており、その約半分は大英博物館にある。葬式用の彫像はアルカイック機の豪直で、非人間的なクイロス像から古典機の非常に個人的な家族の集団像まで、この時期に進化を遂げた。これらの記念碑はアテネ近郊でよく見られ、 古代には都市郊外に墓地があった。それらのいくつかは理想的なタイプ、盲に服す母親、忠実な息子を描いているが、それらはますます実在の人々を描いたものとなった。このことがアルカイック期や幾何学文様期に比べて感情の度合いを著しく向上させている。もう一つの注目すべき変化は、 彫刻における芸術的信用の急成長である。アルカイック機と機化学文様機の彫刻について知られていた情報はどれも作品自体に集中しており、彫刻家の情報はたとえあったとしても稀なことだった。この例としてはパルテノン神殿の設計と建築を監督したことで知られるペーディアスと芸術的に尊敬される最初の女性の裸体彫刻を作ったプラクシテレスがいる。 コピーとして現存している彼の作品クニドスのアプロディーテイはしばしばダイプリニウスによって言及され、賞賛された。リュシストラトスは生きている人々から採取した石膏型を使用してロストワックス鋳造の肖像を作成した最初の人物と言われており、既存の彫像から鋳造する技術を開発したと言われている。彼は彫刻家の家族の出身で、 彼の兄弟式音のリュシッポスは、生涯のうち2500の彫像を制作した。オリンピアのゼウス像とアテーナ・アパルテノス像は、失われてしまったが、より小さな複製品と優れた、久し術の両方が、まだ現存する。それらの大きさと、雄大さから、ビザンティン帝国時代に、ライバルたちがそれを奪い合うようになり、コンスタンティノープルに移されると、そこで後に破壊された。 ラオコーン像、バチカン美術館ヘレニズム期のペルガモンの大祭壇。左から、ネーレウス、ドーリス、巨人族、オーケアノス。詳細は、ヘレニズム美術とペーディアスを参照。古典期から、ヘレニズム時代への移行は、紀元前4世紀に起こった。ギリシア芸術は、ますます多様化し、アレキサンダー大王の征服により、 ギリシャ領地に引き込まれた人々の文化による影響を受けた。一部の美術史やの見解は、これを質と独創性の低下として記述している。以前は古典期の傑作と考えられていた多くの彫刻が、今はヘレニズム時代のものとして知られている。ヘレニズム彫刻家の技術的能力は、サモトラ家のニケやペルガモンの大祭壇といった主要作品が明快な証拠である。 ギリシア文化の新しい中心地、特に彫刻においては、アレクサンドリア、アンティオキア、ペルガモンと他の都市でも発展した。紀元前2世紀までに、共和制ローマの勢力がギリシャの伝統の多くを吸収し、そしてローマ製作品の割合も増えていった。この時代に彫刻は再び自然主義への移行が起こった。一般の人、女性、子供、動物、 家庭のシーンは彫刻の受け入れ可能な主題となり、家や庭の装飾として裕福な家庭による依頼を受けた。あらゆる年齢の男性と女性の現実的な人物像が制作され、彫刻家はもはや人々を美の理想、または完璧な肉体として描写しなくても大丈夫になった。同時にエジプト、シリア、アナトリアで生まれた新しいヘレニズム都市では、寺院や 公共の場所でギリシアの神々や英雄を描いた像が必要とされた。これは陶器のような彫刻を制作する産業で結果として標準化と品質低下をもたらした。これらの理由から古典器よりもかなり多くのヘレニズム彫刻が現存している。自然主義への自然外交とともに彫刻の表現にも変遷があった。彫刻はこの時期に より多くの力とエネルギーを表現し始めた。ヘレニズム時代の表現の変遷を見るための簡単な方法は、それを古典気の彫刻と比較することである。古典気には謙虚さを表現するデルポイの魚車うな彫刻があった。しかし、ヘレニズム時代の彫刻は、アルテミシオンの機種で示されるように、より大きな力とエネルギーの表現が見られた。最もよく知られている、 ヘレニズム彫刻として、サモトラケのニケ、ミロのビーナスとして知られるミロス島のアプロディー帝像、品種のガラテア人、記念碑的なラオ構造がある。古典的なテーマを描いたこれらすべての彫像は、古典記のいかめしさよりも加工が、はるかに感覚的で、感情的であり、それが許可されていたかその技術力が認められていた。また、ヘレニズム彫刻は、 寸法の増大によっても特徴付けられ、ついには自由の女神像とほぼ同じ大きさとされる、ロドス島の巨像にまで達した。地震と略奪の複合的な効果がこれを壊してしまい、同じくこの時期に存在していただろう他の非常に大きな作品も破壊してしまった。アレキサンダー大王の征服に続いて、アフガニスタン東部のアイハヌムの発掘及び、グレコバクトリア王国や、 インドグリーク朝の文明によって証明されたようにギリシア文化はインドまで広がった。グレコ仏教芸術はギリシア芸術と仏教の視覚的表現とのシンクレティズムを表していた。ヘラクレウムの古代エジプト都市周辺の19世紀末以来の発見は紀元前4世紀のイシスの描写を含んでいる。その描写はエジプトの女神の描写には珍しく官能的でと同時に 特色の少ない細やかさで女性的であり、アレキサンダー大王がエジプトを征服した時代のエジプトとヘレニズムの形を組み合わせたものとなっている。インドのゴアではギリシア風の仏像が発見された。これらはギリシア人が仏教に改修したことに起因しており、彼らの多くがヘレニズム時代にゴアに定住したことが知られている。テネシー州のパルテノン神殿にある 元の大きさのアテナーパルテノス像の再現。すべての古代ギリシアローマにおける寺院は通常、小広間に偶像があった。小広間へ行くのは様々だったが、司祭とは別方向からで、少なくとも一般的崇拝者の一部は時折、小広間に行くことが可能だった。けれども神への犠牲は通常寺院の境内の外側にある祭壇で行われた。 空像の中には見るのが簡単で、主要観光スポットと呼ばれたものもあった。像は通常だと神の立像で、もともとは実物サイズよりも小さな形だったが、典型的にはおおむね実物大である。中には、実物の何倍もの大きさで、大理石やブロンズで作られ、特に巧妙なクリセラファンティーネ彫像は目に見える、体の部分には造毛を使い、衣服や、 木製の枠組みの周囲には金を使用している。最も有名なギリシアの偶像もこのタイプで、オリンピアのゼウス像とペーディアスが作ったアテネのパルテノン神殿のアテーナーパルテノス像があるが、どちらの巨大な彫像も完全に失われてしまった。デルポイからは2つのクリセラファンティーネ像の断片が発掘された。一般に偶像は識別できる象徴物を保持、 または身につけており、これは寺院と他の場所における別の多くの彫像とを区別する方法の一つである。アクロリスは別の複合型で、こちらは木製の体を持つコスト節約型のものである。ゾアノンは原始的かつ象徴的な木製の像で、おそらくヒンドゥー教のリンガに匹敵する。これらの多くは古代より保管され、崇められていた。 ローマの大理石の複製品からよく知られているギリシア彫像の多くはもともと寺院の偶像だったものでバルベリーニのアポローンなど一部の例は確実に識別されているごくわずかに実際のオリジナルが現存し例えばブロンズ像でピレウスのアテーナーがあるギリシア神話やローマ神話においてパラディウムは都市の安全に関わると言われていた非常に古代の像であり特に オデュッセウスとディオメーデースがトロイの城塞から盗んだ木製の像については後にアイネーアースによってローマに運ばれた。ありがとうございます。